なんで電話番号入ってるのかもよく分かってる。当時有沙と海岸で草試合みたいなのやって結局のさ、あのアドバイスが一回通しないと俺の中のベストバウトってもうずっと決まってるんだけど、うん、俺がやった試合じゃないんだよ。ドンキで戦われたんだ、ジャブがバケモン。転ばだけど改めて説明を、はい、あの紹介を。キックボクシングの僕の4つ先輩とのそうですね。キックボクシングの選手で、なんで電話番号入ってるのかもよく分かってないで、分かってないまんま LINE でプッチ君攻撃をしてプッチ君おはようございますわーやってて、その LINE の中でいろいろ会話してたら、え、りんたろーさんですかみたいなあれになったんですよね。じゃ分かってなくて、俺おはようございますわーって連絡ありませんでした。そんな流れで、あの今ほら戦略で仕事してるからっていう話から飲もうよって言われるようになって、で僕の家でもう5分ぐらいです。あーもうだから近いから、え、じゃあ近いじゃないですかって言って、じゃあやりましょうって、よろしくお願いします。こんにちは、こんにちは。で、今日今その前に話してて、りんたろーさんがちょっと焼き鳥がいいって言って、ちょっと焼き鳥あるんですか。もう予約を、あ、やったー、ようやく、あ、やべ、言っちゃダメだよ。ようやく会えて予約しましたじゃあ行きましょう、はい、行きましょう、行きましょう。からこっちに映ってないんだと。あーデータを、うん、データを。河合凛太郎、河合凛太郎、はい、7年ぐらい前まで、うん、千葉の柏のキックボクシングやってまして、うん、20年ぐらいやってたの、うん、でその20年ぐらい前、ジムを開くぐらいはマサトと、うん、マサトのミットと。凛太郎さん、ジムの会長が兼選手、兼トレーナー、トレーナー、会長兼トレーナー兼選手、自分でジムでやりながら、うん、選手もやってトレーナーもやって会長もやってだからもう本当体がすごい全部会長だったみたいです。健康的に、うん、はい。いつ頃からキックボクシング？23ぐらい、ちょっと遅い、23か4位キックはやり始めたら遅い。今だったらね、もうほら小学校、そうですね、そうですよね。那須川天心がなんか3歳から空手をやってたとか。うん、そのキックの出会いっていうのは23ぐらいの時に、身長170、うん、あったんだけど、体重はね53とか、うん、もうね、あばらが見えちゃってるんだけど、もう痩せてるんだけど腹が出てる、モテないな、うん、家の近くに車で3分ぐらいのところにジムが、うん、そこはあの月水金が極真で、火木土がキックボクシング、空手もでも学生高校生からやってたんだけど、まあ空手ちょっと肩とか嫌だな、うん、今更肩こうやってやるの嫌だな、うん、ちょっとキックやってみようか、うん、で現役引退はいつ頃？42ぐらい、10年ぐらい、10年、13年ぐらい。その後ね、でも公式戦はやったんだけど、コージ有沙と、うん、なんかあの海岸で草試合みたいにやって、うん、面白かったな。なんかコージ君の前にも銀太郎さんのあれ出てたような気がするな、フェイスブックか何かわかんないけど。当時とはだから、どうも 10年じゃないのかな、15年ぐらいなのかな。当時くんもやっぱり、あれだね、あのいろんな人とつながりがあるので、ね、うん、ある、すごい社交的ですからね、人が好きだから今まで現役の時一番残った試合、自分の中で。あー、なるほど。それはもうやっぱりあの後楽園ホールであのメインイベント、うん、
あのファイヤー原田戦ですね、KO負けしたんだけど、やっぱあとは全然なんていうのかな、緊張もしなかったし、あれだけやっぱりちょっと緊張した感じが、でしかも向こうはもうスーパーライト、こっちはもうバンタムをずっとやってたんで、俺はもうスーパーフェザーまでちょっと落としてほしい、だから59ぐらいまで落としてほしい、いやもう全然落ちない、53もギリぐらいだったんで、もうスーパーライトでしかやらない、じゃあもう肘ありやりたいっつったら、いやもうファイヤー肘があったら必ず 100% もやるダメですっつって、そんな試合だったんですか、はい、ありました。ありました。飲むのは。ええ、リンダさん、イエーイ。でね、この後、あのキックボクシングのフェルタキのチャンピオンの笹谷敦、あっちゃんも、いい選手、ね、そうだ、パワーオブドリームにいたね、出稽古っていうかね、そう所属は違うもんね、所属は、違う、途中からパワーオブドリームに移籍したんだ、でそれだとガンガン巻いてくればいいと思って、まあ、僕とはね、もうあの選手時代お互いに現役の時に一緒にトレーニングもしてたし、朝のトレーニングもしてたし、あとパパ友でもあるんです、パパ友でも家族、まあ家族付き合いで飲み友でもあるんです、あーちゃん来た、初めて、あ、もちろん初めてだって、初めてやな、すいません、もちろんほら、俺のあっちゃん、減量してる、一戦あのね、現役中より痩せてます、痩せてます、ね、もチャンピオンの頃、太ってた、いや、だからその頃ってやりすぎたおかげで試合をやりすぎて、要は減量を繰り返すだから、要は減量があるからない時に食うってことを繰り返したわけですよね、リバウンドみたいな、ポンって視野がなくなったら、あれ俺何食いたいんだろう、その食に対しての欲が、制限されることがないわけじゃないですか、まあ、仕事がインストラクターがメインだから、それが今度は仕事になるわけですから、今まで試合が仕事だったのか、要はいい体であったら、いいことしかないわけじゃないですか、だったら、どうせだったら、自分も動けるし、ってなったら、なんか自然と。いつでも戻ろうかな、絶対だね、あとは飲み物何期待しても3年飲んでない、もう飲んでない、試合の引退して1年前ぐらいに1年半前ぐらいに連敗してちょっと神さんにちょっとカッコつけもあって、もう俺引退するまで飲まないってとりあえず言わないと続けられそうだったから、なんか酒が弱いんだよ、お酒好きだけど、だからもう体調さんのやめたことよりも本当体調が良くなったことが、受け取ったものの方が出ないから、もうなんか最初はこう居酒屋行くのはやっぱ普通だったんですけど、もう今全然もう水でいろいろにこれがあの白レバー、白レバーうまいですよね、シルバーうまいよ、久さんとこう本当にこういう風な席なんてかなり久しぶりですよね、大久しぶりじゃん、4年だ聞かないぐらい、これもっとなんか 2,3 ヶ月とか1ヶ月に1回ぐらい飲んでるのかな、引退する前は試合の時に送ってくれたし、その前でもよくあったけど、こういう席は本当に今ね、ないもんね、一体になる私の発車からで分かってきて、かわいそうに綺麗あっちゃん知ってる最初で僕パッて名前を聞いて、すぐ知ってる、でなんか僕の記憶でもなんか、じゃあこれはだから僕の記憶から言うのが好きで、河合さんに来たかったんですよね、河合さんとの関係、僕らの経営委員会を貸し合わせて、どうしてじゃあ MMA はどこに MMA、うん、なんかのあれで、でこう河合さんから紹介、挨拶だと思うんですけど、この3人で顔を合わせたことはないです、ない、あ、ないですか、やばい、熱像だえ、河合さんと話したの初めてだと思う、あれ自分で昔カウンデングの頃、子供たちのさ、あの試合なんか日曜日とかにどっかの2階のジムで子供たちのリングに試合したんだけど、それリンタロさんのジムじゃないですか、いや来てたね、2階、あれ、ね、松戸、橋はね、橋は1階で、松戸だ、松戸、そうそう、橋はじゃない、松戸、あのね、
パワーオブドリームズは歌唱には来てない、うん、けど松戸は来てるだけ。銀太郎さんは今もやってるんですか？いや、もう、あ、そうなの。たまに、はい、ララ東京つってほら、レオナ、はいはい、あそこに行って、なんかちょこちょこっとなんか経営者が自分でもうないんです。あんまないんですか？あ、そうなの。いや、でもね、ちらっと喋ったかもしれない。 J ネット J ネットの控室、あの後楽園とか、はい、で、喋ったね、記憶がね、俺あったような気がしたね。でもそれも二言三言、いや、まあ、多分そうだと思う、挨拶ぐらいだと思う。そうそうそう、はい、それこそもしかしたら全然その会話と関係なく、うん、誰か試合を見ててめっちゃいいっすねあれみたいなぐらいの会話かもしれないですよね。さっきさ、俺のベストバウトなんだろうって言うから、あっちゃんのベストバウトまだあると思う。あ、すみません。まだ、まだある。いいね。過去で、いい試合だったんですけど、いろんなベストがあるんですよね。自分の力が出したベストとか、その恐怖を乗り越えれたりとか、じゃあベストバウトっていうのがあるんですけど、忘れられない試合。うん、ベストバウトではないけど、僕のターニングポイントになった試合は、スミ君と。あスミ君に負けて、うん、もうサウスポーツの上でやってめっちゃやりにくくて負けて、そこから4連敗が始まってる。でもこれは坂本さんとかいろんな応援してくれる人のおかげで4連敗して、その4連敗止めたのがまた堤君です。堤君との再戦で4連敗を止めたんです。これが J ネットのタイトルマッチの挑戦権を得たんですよ。もう忘れられない試合でも、別に KO でもないし判定ですけども、そこから4連勝してる。その拓也戦が、うん、はもう僕の中でも特別なんですよ。パワーオブドリームズ解体して、うん、サンタファイトクラブ、うん、まだ名前出てきてなかったけど、で、夏木さんがセコンド入って、うん、初めてのそれが、その僕がタイトル、タイトルを取る試合まで、うん、パワーオブドリームズ10月10日、そうだ、でその1週間後がにジムライトのあれがあって、でジムがで分裂して、うん、で1月に拓也との一発目が、うん、でも前しか向けないじゃないですか、前しか向かないし、だって俺がセコンドあのあそこ取ってさ、よくわかんないよね。キックのさ、あのアドバイスは一つもしないの。もう10年とか以上前なのに、すぐ来られたりとか。俺の中のベストバウトってもうずっと決まってるんだけど、うん、俺がやった試合じゃないんだよ。菅原道場の狂犬竹内雄二と、うん、その頃まだチームドラゴン前田健作のところの梶原龍二戦っていうのがあって、うんうん、梶原龍二ってほらなんか太平洋かなんかの元ボクシングのね、うん、チャンピオンだったよ。パンチうまくて、あの狂犬の方はさ、もう喧嘩だよね、あれもう全然さ、もうテクニックも何もないと俺思うし、大好きだからね。梶原龍二アウトボクシング、完全なアウトボクシング、もうここの距離でしか戦わない、ずーっと距離いいよーっつって、3ラウンド目の2分30秒ぐらいに俺すげー酔っ払ってたシーンとしてるわけだから、もう全然もう龍二は、ま、絶対前に出る、もう狂犬が前に出てくると下が、もう下がって、もう全部下がって、もうパン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 もう当ててポイント取るだけだから、俺がそう2分3ラウンドの2分に30秒ぐらいに、距離全然良くねえんだよって言ったら、そしたらカジュアルエージ足止めて打っちゃったんだよ。そしたらね、狂犬がボワーってぶっ倒したんだよ。そして結局勝ったんだよ。だね、あれ俺が勝敗決めたんだよ。そう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 。あと僕のナルシスト的ベストバウトっていいですか？僕基本的に今まで本当この人その一人以外に、あの僕の試合で負けて、僕半分ぐらい負けてますけど、自分が弱かった、あの相手が強かったって一回も認めてないんですよ。僕がミスをしたから負けたって、もうこいつの方が強い勝てねえって思ったら、なんかもうできないじゃないですか。うん、もうだから絶対やめるよ、認めやめるよ。そうだから2018年中国って台風で日本の試合がなくなったんですよ。台風でまさかの2日前に試合がなくなったんですよ。で、だからもう減量もしてたわけですよ。で、たまたまそれで、まさかそんなことがあって、台風で、なんか、たまたまその、まあ今 SNS とかで僕もそれ発信してたから、中国のプロモーターが、ちょっと見て、ちょうど中国でトーナメントがあって、欠員一人足んないから、出ないかと。マジっすかって、来ます。中国行ったんですよ。で、その時のトーナメントで、
がドンリーってやつだったんですけど、中国それから一級取りとか SNS でこう調べてたら、いわゆるタイの、うん、本当にめちゃくちゃ強い奴らと戦ってたり、あれグローリーのベストボールとかに入ってね、俺大変なことをやらかしてしまったな、試合直前にアウェーなわけじゃないですか、中国で 30m ぐらい向こうに相手選手もちょっと見えたんですよ。で、あ、ドンリーも緊張してるんだ、緊張してる感じがあったんですよ。もうめちゃくちゃ怖い、まだ子供もちっちゃかったから、これで〇かもしれない、いろんなこと考えて、でも待てよと、俺は今アウェーだけど、あのリングで俺は僕と同じ気持ちなのがドンリーだ、それをすごい感じたんですよ、彼を見た時同じように緊張、同じ気持ち、ここにいる人たちはそういうところを見たいんじゃなくて、全員レフリーがいて助けてくれるんだ、だからビビる必要ないんだよ、それがこうマインドに慣れて、よし行こうってなってやったんですよ。やったら今まで本当に感じたことない、ドンキで叩かれてるジャブが俺もうバケモンだと思ったんだけど、思ってダウン取られた後に倒されに行けたんですよ。それがなんか自分の中で、あ、俺相手が怖いって思っても行けたことが、なんかファイターで入れたことが結局ぶっ倒されたんですけど、そいつがぶっちぎりで優勝してくれたんですよ。すんごいいいやつだったんですよ。でもちろんそんなやつだったのもあったから、全然その引退っていう気よりも日本で帰って試合しても絶対相手打つことないだろって思ったから、なんかもうすごい楽でした。あっちゃんが何歳でドンリーが何歳？僕が43、ドンリー23。それは負けねえ、20歳違うんだ。それはね、もうドンリーがローレル乗ってて、であっちゃんが同じ日産だけどグロリアかセドリック、日産ローレルか、あのほらグロリアのセドリックの430、知ってる、43歳か日産ローレル日産か何始まっちゃった、やべえ、クレイクロールちゃう。たまには落ち込んでうなだれだろう、ケツまついて転んでもそれは誰のせいでもない、大きな悩み小さな悩み、時間が経てば全て離れそうさ。